ベルンハルト・フォン・ザクセン・バイマルは、ドイツの将軍、傭兵隊長。三十年戦争で活躍した。1604年、ザクセン・バイマル公・ヨハン三世と比で、アンハルト公・ヨアヒム・エルンツとの娘、ドロテ・アマリアの第十一子として生まれた。誕生の翌年に、父が亡くなり、十三歳の時に母も死去。ベルンハルトは、フリードリ・ヒフォン・コスポスに育てられ、やがて、 イエーナ大学に入学した。しかし在学生活は短く、その後間もなくザクセン先帝校の下で騎士としての修行を始めた。30年戦争が始まると、彼は傭兵としてプロテスタント陣営に雇われ、1622年にはマンスフェルト博の下でビースロッホの戦いに、バーデンドゥルラ派辺境博、ゲオルク・フリードリヒの下でビンプフェンの戦いに従軍し、 1623年には、アニ・ビルヘルム4世の下でシで出たトローンの戦いに従軍した。デンマーク・ノルウェーオークリスチャン4世が30年戦争に参戦。すると、デンマーク軍に従い、1629年のオランダのスヘルトーヘンボスの包囲に参加した。1630年、スウェーデン王グスタフ2世やドルフが30年戦争に参戦。するとベルンハルトは直ちに、 スウェーデン軍に参加、1631年のブライテンフェルトの戦いの後、傭兵からなる、この駅兵連隊の指揮官に任じられた。グスタフ2世アドルフが、オーデル川周辺の制圧を開始すると、マンハイムを占領、モーゼルからチロルに至る領域を寄港した。1632年に、防衛のためライン川流域に残され、立戦の戦いでは呼び戻され左翼の指揮を取った。 戦いの最中に、グスタフ二世やドルフは戦死、指揮官不在の状態でベルンハルトは、スウェーデンの最小アクセルオクセンシェルナの補佐を受けて、指揮権を掌握し、皇帝軍を撤退に追い込んだ。グスタフ二世イ、アドルフの死後、スウェーデン軍の新司令官には、グスタフホルンが就任したが、慎重な人物だったため、積極的なベルンハルトは何度か衝突を繰り返した。また、 1634年5月18日に、ハイルブロン同盟が結成されると、フランスの最小、リシュリューの移行によって、同盟の指揮官に任命された。この頃からベルンハルトはスウェーデンを不快視し始め、フランスと結びついて、野心を抱くようにもなった。9月6日、ネルトリンゲンの戦いで、皇帝軍と戦ったが、ホルンとの対立が一因となり、敗北、この戦いで、 壊滅的な損害を被ったスウェーデンは一挙に勢力を減退させた。ベルンハルトは翌1635年5月30日には皇帝派と赤いプラハ条約を最初に結んでいる。当初ベルンハルトは皇帝による平和がドイツの自由を確立できると目論んでいた。しかしフランスの参戦により再びハンハプスブルク派へ寝返り、プラハ条約は無限のごとくついえ去った。 1635年からベルンハルトはアルザスの獲得を狙ってフランス軍と契約した。この時点でハイルブロン同盟の指揮官でもありフランス軍の指揮官でもあったため一種の二重契約であったがベルンハルトはフランススウェーデン戦争において多くの場合でフランス軍を重視した。1638年に彼は目覚ましい軍事的成功を収めラインフェルデン フライブルクで勝利12月17日にフランスの将軍トゥレンルと共にブライザ派を陥落させたが征服した土地を自らの領地としたいと願うようになり特にブライザ派の領有をめぐりリシュリューと対立した翌1639年にフランスにラインフェルデン・ブライザ派などの譲渡をフランスに要求したため最後は君主の座を狙っていたとも言われている しかし、ベルンハルトは高熱に侵されていた上7月に入って、急激に悪化、7月18日に死亡した。死後、残された軍隊は、フランスと契約して、フランス軍に従軍、ブライザ派は、フランスが獲得した。ありがとうございます。